はい、どうも皆さんこんにちは。カプテツチャンネルのカプテツさんでございます。今回はこちらミニモータートレインの新作でございます。まあね、ちょっと遅くなりましたがだからですね、まあ予算の関係でまあ2回しか回してないんですけど、まあ、ね、早速ね紹介していきたいと思います。まあね、こっちから上げていきたいと思います。ラインナップはね、こんな感じになっています。はい、今回出たのはね、こちらの E6 系新幹線の交尾車ですね。あ、ちょっとこれつけますか。よし。いやー、一瞬ね、先頭車かなって思ったんですけどね、交尾車でしたこちらね、連結パーツです。こちらね、レールが直線と曲線1本ずつ入っています。つなげときましょう。はい、ではね、2つ目開けていきたいと思います。うわ、なんだこれ、すごいですね、これなんかいっぱい入ってる。うわー、これはなんだ、これは坂レールですかね。坂レール、こちら橋脚2つ入ってました。で、長い足と短い足、早速ね、この端がまずつけていきたいと思います。これどうやってつけるのかな、ねえ、僕ね、ちょっとこういう坂系持ったことないんで、わからない。え、どうやってつけるの。やばい、全然わかんないですね、これちょっとね、一回説明書見たいと思います。はい、という感じですね。まあ、まずこの短い足なんですけど、まあ、ここをね、なんていうんですかね、これちょっとカメラワークが悪いですね思いっきり、あー、くっつきました。意外と簡単ですね、慣れれば。おー、こちらね、短い方を今日上げてきました。長い方もね、まあやり方は全く一緒だと思います。こちらもね、カチッとカチッと、あ、これ結構いいですね、この音が。で、こちらレールが何枚、これ5枚入ってます。これ多分順番がね、多分書いてあると思うんですけど、こちらですね、この見えますかね、これ上下って、あ、全然見えねえ、まあ、上下ってね、これ書いてあるんですよ。これね、うまくね、頭を使いながら組み立てたいと思います。はい、というかですね、こちら5本つなぎました。上とね、下とね、真ん中のレールが3つって感じの構成ですね。で、これをですね、この柱にね、刺していくのかな。真ん中ですかね、これ真ん中に、あ、これ刺さないな、これ、あ、難しい。あー、刺さりました。で、この上はここに、おー、あ、かっこいい。でもこれ片方だけあっても何もできないこんな感じで遊ぶしかないですね。おお、もう一個欲しいです。あー、落ちたって感じですね。今回ね、こちらミニモータートレインに紹介しました。まあ、坂はね、もう一個頑張って入手します。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 YouTube の他に Twitter、ブログもやっております。ぜひ見に行ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。